ついにこの日が来てしまいました。うちうちうちだよ、狼ミオだよ、こんばんみよ。かなり緊張しております。100万人を目指して歌耐久こんなに緊張することが果たしてもう今後あるのかどうかというぐらいなんか緊張してしまっていますが、100万人目指して走りたいと思っています。う登録してくれてありがとう。ハウリングを歌いたいと思います。ちょっと待ってね、ハウリングの音源探すから。ちょっと待って。あ、100万人ありがとう。歌ってる最中じゃなくて、音源を探してる最中に100万人行ってしまいました。ありがとう。100万人迎えた瞬間見れなかった。ありがとう。この、なあ。もうちょっとかっこよく、100万人迎えたかったですが、なんかこれもうちっぽいのかなって思ってきました。みんなありがとうございます。今日本当に100万人耐久、実は、もう本当に深夜まで、もう朝まで歌うような気持ちで始めたので、もうまさかこんなにみんながいっぱい登録してくれて100万人すぐに突破できるとは思わず、本当になんかこうみんなの気持ちが嬉しくて、すごくみんなの応援を感じました。本当にありがとうございます。ありがとう、みんなすごいお祝いしてくれる、ありがとう。ちょっとね、長かったねいやでもなんかわかんない。でもさ、デビューした時はさ、100万人達成できるなんて思わなかったしさ、デビューした時100万人も目標にすらできないぐらい大きな数字だから、もうそう考えるとなんかすごすぎてよくわかんないや。まあさ、100万人さ、すごいことだよ。でもやっぱりそのホロライブの中にはやっぱりみんな100万になってる子いっぱいいてさ、で、うちはうちだって思ってさ、あんまり考えないようにして今までこうやってやってきたけど、どこかできっとプレッシャーは感じてたし、まあもうそう考えるとね、なんかやっと、やっとここに来れたんだなっていう気持ちがあって、本当にありがとうございます。ここまで連れてきてくれて。多分ね、うちはね、無意識にね、周りと自分を比べててね、すごいさ、やっぱさ、みんなすごい勢いあってさ、うちも多分さ、デビューしたばっかりの頃ってすごい勢いあったと思うし、やりたいことがいっぱいあったから、いろんな やりたいことをやってたと思うんだけど、そのもう数日で1周年を迎えるっていうタイミングな、いうのもなんだけど、やっぱり今までの活動の中でこうだんだんこうデビューしてから日が経つにつれて、こうやることもちょっとこう安定してくるというか、いい意味で安定だけど悪い意味でマンネリ化みたいな感じにはなってきてしまってるなって自分でも思ってて、でもホロの周りの子ってみんなすごいキラキラしてるからさ、でもね、そういう風におかゆにお話ししたら、おかゆにみおちゃんは、みおちゃんは味噌汁なんだよって言われて、他のホロライブの子が豚の生姜焼きとかカレーとか味が濃い食べ物だったとしたら、みおちゃんは
味はそんなに濃くないけど、たまに飲むとやっぱり安心するなっていう存在でいたらいいんじゃないかなって言ってくれて、うちはそれを頑張って目指していきたいなって思ったんだけど、だからうちはこれから美味しいお味噌汁になれるように頑張っていきたいなって思います。うちは多分お味噌汁でいいのかなって、多分うちは本当は豚の生姜焼きになりたいんだけど、うちはお味噌汁なんだなって思ってさ、で今まで多分ちょっとさ豚の生姜焼きになるためにさ無理してたんだなってちょっと思って、今までちょっと最近は空回りしてたんだよ、豚の生姜焼きになれるためになんだけど、うちはお味噌汁だから美味しいお味噌汁にならなきゃなって思って、たまに味噌汁でいいのかなって不安になるけど、ミオファのみんなには毎日お味噌汁ばっかりになっちゃうけど、ミオファのみんなにとって毎日飲みたいぐらいの美味しいお味噌汁になれるように頑張りたいと思います。うち美味しいお味噌汁になれたかな。なれたらいいな、なれてたらいいな。